はいどうも、エラテンひろしチャンネルの偉い店長です。エラテン企業チャンネルの偉い店長です。今日はですね、今日のひろし、ということでですね、僕らの大好き問題解決能力が高すぎて、警察に、逮捕され、有罪判決が確定した男こと、ひろしがですね、大変面白い動画を上げておりましたので、ぜひね、本編の方もしていただきたいと思うんですけれども、私の方でね、ざっくり解説を、要約をした上で解説をしたいと思います。要するにね、その Zリーさんっていう方が逮捕されたということを受けて、なんかね、いろいろ言ってるんだけれども、なぜ今なのかみたいなね、解説動画を、まあ、トンチンカンなことを言ってあげているんだけれども、ざっくりね、言うと、まあ、バイクを盗まれた被害者を、こう、なんか詰めたと、それが何が悪いんだと、で、法の音の平等がない、とね、で、こう、被害者をこう詰めたら逮捕されたみたいなことが、こう自分も同じ目にあったんだと。で、首になったから味方の情報をチンコロするようなのは、幕末なら内首だと。まあ、なんかその、Zリーさんの部下みたいな方が、この情報を流したんじゃないかみたいなことを言っていると。で、逮捕された瞬間に手のひら返しするのはどうなんだと。で、有害な社会不適合者と無害な社会不適合者がいると。で、いうことを言っていたわけですね。みたいなことを言ってたんだけれども、お前な、本当にもう、突っ込みどころしかないんだよ、お前、本当に。面白いこと言うな、お前さ。そのね、一番面白かったのは、その、何？悪いことを知ってたとしても、こう、味方だった人のね、こう、情報をチンコロするのはどうなんだ、みたいなね。お前、航空科学に対してさ、何やってるの？それが売りでお前さ、幸福の科学の内部情報暴露しますって言ってさ、この弟がなんかネトゲ廃人だったとかさ、なんかその妹がなんとかだとかそんなこと言いまくってさ、むちゃくちゃなことさ。で、嘘だって認定されまくって裁判で負けまくってるお前がさ、なんか、昔味方だった人のこの、なんていうか情報をチンコロするのはどうなんだってお前、どの口が言ったんだよみたいなさ。いや、本当にね、もう困ってんだ、俺もさ、なんかその、何このさ、突っ込み待ちみたいなさ、この、不倫でしょ、もはや。ね、不倫だろ、お前。ちょっとさ、俺だってやめたいのよ。このさ、ひろしチャンネルみたいになって、エラテンひろしチャンネルみたいにこうなってるのをさ、もうやめたいわけよ。いいわけないじゃん、このさ、ずっとのこの、ひろし粘着系 YouTuber で、いいわけないじゃん。まあ、アンケート取ったらね、こう 67% がもっとやれだったんだけど、お前ふざけんなよって、その、何やらせようとしてんだって感じなんだけども、まあその、まあ、ともかくね、僕だって他の動画やりたいわけですよ。ね。ひろし粘着系以上はやりたくないの。なんだけどね、ここまで面白いこと言うとさ、触れざるいないじゃん。うん。だってさ、今まで味方だった人のね、たとえ悪いことしたとしても、こう、触れるなと。ね。秘密を暴露するなって、お前、幸福の科学も、今までの、何だったのみたいなさ、そんななっちゃうからさ、それはさ、ちょっとね、触れざる得ない。ちょっとこれ、だって俺しか触れられないのと、触れたら訴えるとか言ってくれたからさ、そんなさ、ね、これ突っ込めるのは俺しかいないってことで、ちょっと使命感みたいなとこありますよね、お前はね。で、まあ追加で言ってたのは、こうね、バイクの被害者を、こう、詰めて何が悪いんだと。それ、悪いんだよ、お前。近代国家のね、原則ってのは、自力救済禁止ってな。こう法学部ってのは当たり前だろ、それのね、さ。要するに、こう、例えば、まあ、自分の家族が、こう、例えば、殺されましたと、極端な話ね。だったら、その、犯人を殺していいかっていけないわけよ、これは。近代国家っていうのは。なぜかっていうと、復讐をすると。いうことは、さらにその復讐を生んでしまうから、こう、悪意の連鎖になってしまうから、それ断ち切らないといけないと。だから、その、こう、なんていうのかな、その、あれですよね、罪刑法定主義というかね、こうで、この法律によってしか裁けないと。で、自力救済禁止、リンチの禁止っていうのが、近代国家の大原則なわけ。で、それこそが、だからその、自分が盗まれても、それを取り返して、勝て取られちゃダメなわけ。裁判に訴えて、こう返してくださいというふうに言って、裁判所の命令、間接的なこう強制でもって、それ取り返すと。で、あるいは、刑法ね、バイク盗まれたら、窃盗罪とかね、そういったもので犯人を裁くと。民事、刑事、両方と道が用意されてるわけ。ね。で、あなたはね、問題解決能力の高いインフルエンサーさんだから、なんかそれが分かんないのかもしれないけれども、そのね、ダメなわけよ。で、この、みんながそれをしてはいけないというのが法の下の平等なわけ。
で、どういう状態にあっても、こう、住居に侵入したら、これはね、こう、もちろんその違法接続住居とかね、まあ、責任とかいろいろ概念があるけど、故意とかね、いろいろあるけれども、住居に侵入したら住居侵入罪になるわけ。その、それがどういう状況だったかね。で、どういう状況だっても、その、人殺したら殺人罪になるというのは、ごく当然な話。お前さん、青山学院大学の法学部出てるわけだろ。何を勉強してきたのお前一体。本当に。それ聞かせてほしい。大学で学んだことみたいな動画をね、出してほしいんだよな。一体何を学んだらね、ここまでこのおかしなこと言えんのかっていうのがね、不可思議なんだよね。うん。でね、こう、もっともっとあるんだけれども、こう、逮捕された瞬間に手のひら返しするのはどうなんだみたいなね。まあ、俺はお前が逮捕される前からやってるけどね。で、お前がやってきたから。お前がやってきたんだよ、最初にね。まあ、それはいいとして。で、有害な社会不適合者と無害な社会不適合者がいる。無害な社会不適合者と付き合いましょうみたいな。お前がさ、お前が有害な社会不適合者だろうか。やめてくれよ、本当にさ。もう笑っちゃうから、もうさ。でね、なんか先ほど言ったように、こうなんか、何、裏切って、こう味方の情報をこう流すのはどうなんだみたいなこと言うけど、そんなのはね、悪いことしてるのが悪いわけ。うん。だからね、企業とかもコンプライアンス守る人って言うわけよ。ねえ、なんか悪いことしてたら、なんか、これは悪いことだなって思う人いるわけよ。で、密告とか起きるわけ。だからこそ、普段から、まあ、襟を正して、これ、なんていうんでしょうね、コンプライアンス、要するに、その、コンプライアンスっていうのは、その、法令を、遵守すると、守っていくというのは、この、なんて言うんだろう。当たり前のことではないわけね。結構その、ほっとくと法律はしちゃうわけ、人間は。だからこそ、その、組織とかね、作るんだったら、特にそれ注意しなきゃいけないわけ。で、反社会的勢力なんかは、その、まあ、やばい奴の集まりなんだから、ね。反社会的勢力は知りませんよ、この ZA さんがね。なんか一応なんか暴力団対策かなんかね、逮捕してるらしいけれども、なんかその、チンピラみたいなのがね、集まってやってたら、だってチンピラなんだから。チンピラはね、その、裏切っちゃうわけよ、すぐ。うん。だから、その、裏切られても、その、なんて、問題ないように、コンプライアンスの普段から大事にしていかないといけないわけ。で、お前はね、なんていうか、その、裏切んのがいけないと、土屋美濃の子言ってたけどさ、むちゃくちゃなことを普段からやりまくってさ、それでその逮捕されてるってのはさ、裏切りでもなんでもないわけよ。うん。頼みますよ、そこの子はね。ということでね、ヒロシが必死にこう、8分以上の動画を撮ろうとしてるのを対抗して、私も8分を超えようと頑張ってるんだけれども、ちょっとね、これ、いいのかな、この方向性。本当に、ヒロシ系 YouTube になっちゃうんだけど、本当に。頼むよ、本当に。だからもっとさ、ちょっと、ネタが狂気早すぎる、お前、本当に。毎日さ、まともなこと少しは言えないわけ。本当に。すべてがおかしいんだよ、お前。本当に。だからさ、頼むよ。もうちょっとまともなこと言ってないと、俺本当に毎日お前のことさ、言わないといけなくなるから。でね、私もちょっと、投稿でね、アンケート調査してまして、アンケートしてるんで、もう広島ネタやめろっていうね、いうボタンをね、皆さん押してください、頼むから、もう本当に。もう、っていうかね、こう、突っ込みどころあって望まれてやるしかないじゃん。ね。ということでね、俺もね、こう、なんか、トップ画面を見てね、ヒロシのことばっか語ってんのかもしれないな。だから、周りからはね、今日親友がなんかやってたよとか、ね、垂れ込みが入るわけよ。親友とか言ってさ、もう、バカにされてるわけよ。だから、頼むよ、本当にね。うん、まともなことは言ってください。ね。ってな感じでですね、今日のツッコミ、もう他の動画も見切れない。本当に正直。垂れ込みとかいろいろあるんだから、ウルフ、村田さんに金せびてたとかさ、そういういろいろあるんだけどさ、もう本当にもうね、追い切れないよ、本当に。おかしなことじゃないことがないから。うん。いちいち指摘すんのもね、なんか、こう、意味あんのかなとか思いますよね。まあ、感じでね、思ってますけれども、ちょっとね、皆さんもね、もう広してたらいいよと、言ってくださいね。言ってくださいってことないけどね。もっとやるという人はもっとやれ。うん。もっとやっていいのかな、これ。本当になんかさ。もう、どうしてるかわかんないよ、俺は。ね。ということで、広し。もっと。いや、予想外にした方が来るから、今日はやっぱり幸福の科学に対してお前何したんだっていうのが一番俺はね、言いたいことでね。まあ、みんなで作るととかね。対して、こう、情報をチンコロしまくってね。立花さんに、情報ですよとか言っていたわけじゃん、お前は。そうさ。
そのブーメランやめろ、ほんでさ、ブーメランでこう、ぶつからなくてから、ほんでさ、ってな感じでございまして、ちょっと まとまりのない動画になっちゃいましたけどもね。まあ、要点としてはこんな感じですよ。ヒロシもこんな動画出してますからね。オマージュじゃないですけどね。そんな感じでやっていきたいと思います。はい、こんな感じで。今日もね、やらてん企業チャンネル、ご視聴いただきありがとうございました。